カント Z506 アイローネ Z506 バイトカント Z506 は第二次世界大戦前後に使用されたイタリアの航空機。開発、製造はカンティエリナバレトリエスティーノ。愛称のアイローネはアオサギのイ。1935年7月に乗客14名と貨物を乗せて主に地中海で運航される航空機として開発された。 その後イタリア海軍向けに軍用型も開発された。機種と両翼に星型エンジンを一発ずつ合計三発を搭載したソーフロート式水蒸気として完成した。この星型エンジン3発機というのは当時のイタリア中央型機にはごくありふれたものであった。初飛行は1935年8月19日に行われ、 試作機を改造した Z506A は1936年から38年にかけて次々と水蒸気による記録を塗り替えた。これらの記録はアルファロメオ製発動機を装備した機体によるものであった。ピアジオステラピーナインエンジンを装備した Z506A は1936年にあらリットリア航空に就航を開始38年までに16機が発注されている。 1937年にテスト飛行が開始され、同年11月貨物1トンを積んで1115メートルまで到達し、高高度飛行記録を受立。この性能が気に入られたのか、すぐに正式採用され翌年には配備が開始された。民間型とは異なり輸送目的では使用されず、もっぱら水上爆撃危険偵察機として使用された。また、爆弾の代わりに、 航空魚雷一発を搭載して、雷撃機としても使用され、連合軍の艦船への攻撃にも投入されている。しかし艦隊に空母が伴うようになるに従って、遭難者の救助などの地味な任務へ回されていて、1940年から1942年の間に231人を救助している。一部はスペイン内戦に派遣されており、 また1938年にはポーランドから30機の発注があったものの、ドイツのポーランド侵攻以前に引き渡されたのはわずかに1機のみで、それもドイツ軍によって破壊されてしまっている。その他、モンファルコ社で生産されたものの多くは腹部にカップロに、ランチョデルタイ旋回銃刀を装備した。日本の愛知航空機も Z506 のライセンス生産権を獲得しているが、 実際に生産されることはなかった。戦後の1948年に20機の Z506 バイトがサボヤ社で急難機型の z 5 0 6 s スに改造されており、1959年まで使用された。Z506 バイト。ありがとうございます。